はい、皆さん、こんにちは。参議院議員の音田俊ですえ。今日はですね、あの、政治家の年末年始の過ごし方ということでお話をしたいと思います。え今日、あの、これ12月25日に撮ってるんですが、うちの事務所自体はですね、実は今日で仕事収めをしようと思っています。あの、政治家の事務所ってブラックだブラックだって言われて、確かにブラックな傾向が私も強いと思っておりまして、まあ、国会中とか特に深夜残業とかになってしまうし、土日もなんかいろんなイベントがあれば、 しなきゃいけないということもありますんでね、休めるときに休んだ方がいいと思いますので、えー、今日事務所閉めるとカレンダー通りに行くと年末年始10連休ということになりますので、まあ、秘書さんスタッフさんには長く休みを取っていただきたいなというふうに思います。で、私はですね、あんま運転手とかい,いらない人ですし、あの基本どこでも一人で行くので、まあ、カバン持ちとかそれともいらないので、まあ、思い切って休んでいただくと。じゃあその一方で、お得意な氏はじゃあ年末年始どうするんだということでですね、今日はその過ごし方を具体的に皆さんにお話ししたいなと思って書き出してみます。 で、えー、ですね今週はだから普通にまあ、えー、週末金曜日までは事務作業とか打ち合わせとかをしていきますとで28日から31日まで4日間ですねコミケがビッグサイトで行われますでこのコミケではえ山田太郎さん が、毎年こう演説してたんですけども、エイフィーっていうですね、表現の自由を守る団体が、今年も該当活動するということなので、それに参加させていただきたいと思ってまして、28、29、30、で、私の出番は28、30が中心なんですけども、これに3日間ぐらい、バチバチと参加して、皆さんに表現の自由を訴えていきたいなというふうに思ってます。で、それと並行してですね29、20、30、31は何をするかというと、夜景回りって書いたんですが、夜景って何かというと、年末はですね、あの、皆さん見たことあると思うんですが、 町内会で火の用心とかカツカツとかやったり、あと消防団の方が消防のその詰め所に詰めてですね、年末に警戒作業をされているわけですね。そこにご挨拶に回って、今年一年ありがとうございました、町会の皆さんありがとうございました、消防団の皆さんありがとうございました、ということをですね、もう何十箇所とこう回っていくということをですね、夜車を出してブワーってやるということが待っております。で、これですね。 夜景周りってですね私都議会議員最初の年に張り切って自転車でやってですね消防団の詰め所が帰宅だと23箇所やったりして、まあ、2日間3日間に分けて全部回ったんですが結構きつくてですねとも、まあ、自転車こういうこと自体はまあいいし結構行きはよいよいというかこう一個一個どうもどうもおて挨拶するんですが終わったと帰るのがすごい悲しくてですねなんかもう <laughs> 真冬の寒さの極寒の中ですねもうなんか年末モードでお店もやってないからチャリンコ深夜に一人で来いで俺は一体何やってるんだろうっていう気分になって。 しまうので、2年目から車にいたしましてですね、こう効率よくですね、いろんな箇所を回ろうということで始めまして、まあ議人になったから。 いきなり辞めるっていうのもなんか、あんまりね、ちょっと白状の話だと思いますので、これは今年もやりたいと思ってます。なんで31日まで働き続けると。じゃあ、年が明けるとお休みできますかと言うとそうでもなくてですね、まず1月1日は、新年祝賀の儀ということで、天皇陛下が皇居で皆さんにご挨拶するという祝賀の儀があるわけですけども、これに国会議員枠で呼んでいただいたので、ここにモーニングコートを着て出席をしようと思ってます。で、これが終わると1月2日3日はですね、 あの、ま、親族の挨拶。私も当然家族がいますので、これをお互いの妻の実家と私の実家のお互いの実家に行くということで、今年多分2日が妻の三木家に行って、3日がきた家っていうことになると思うんですが、その親族ご挨拶行って、そのご近所の方にも常にご挨拶をしてくるという予定になってます。で、それが終わるとどうですかと、なんとですね、もう1月4日から町内会の新年会がスタートするということで、もう1月はですね、あのもう政治家は新年会に、業界団体とか町内会の新年会に出るのが仕事なんじゃないかと。 見舞わんばかりに新年会ラッシュがもう昼間からスタートするわけですけどもなんとあの北区では1月4日最初の土曜日からもう新年会やるんだっていう町内会がです、ね、絶対あってそこからもスタートするのでもう実際の仕事はもうここから始まるということで新年会周りが始まるということでございます。ね 本当休みでないな、ないなと思って、僕結構年末年始ってあんま好きじゃん、政治家になってから好きじゃないというか、サラリーマンの時はね、もう長い休みでテレビ番組も面白いし、箱根来ても見れるしということで、もうゆるゆるとこたつの中入りながら休んでたんですけども、まあ政治家になってから結構ハードスケジュールなんで、まあ年末年始でうと、あまた年末年始が来るのか、っていうね、シーズンではあるんですけども、まあ頑張ってですね、まあそれも一つの宿命でありますし、まあ普段会えない方にご挨拶できて意見交換ができる貴重な機会ということでですね、えー、皆様の国政に に対する声を集めていいきたいと思いますということで、まあ、そんな音来たら頑張れと支援してやりたいという方がいたらですね、高評価やチャンネル登録、あるいは個人献金等々でお支えいただければ大変幸いでございます。ということで、年末最後は31まで頑張って、新年は1日からフルスロットで飛ばしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それでは、また次回、さよなら。